こんにちは。こんにちは。ティエラの武田洋介です。よろしくお願いします。お願いします。静岡県出身ですよ、僕。おう。実は。へぇ。ちびまる子ちゃんと家が近いです。へぇ。得意なジャンルとしては、はい、フェミニン、うん、あとはカジュアルが、得意です。おぉ。はい、武田さん、誰かに似てるなって思うんですけど、誰に似てるっていうことなんですか？よく小泉孝太郎に似てる。嘘だ、絶対嘘だ。嘘です。ロンドンブーツなんですね。よく言われます。あ、そうなんですね。はい。なんかモノマネとかも得意なんですか？モノマネはちょっとできない。あ、そうなんですね。まあ、いるだけで、ね、そうです。そっくりさんですね。はい。いいともとか出ないんですか？いいともは出ないですね。やっぱ僕本業美容師なので。あ、その辺はちょっと。もし武田さんが美容師になってなかったら何になってる感じですか？そうですね、僕多分こう異色の経歴を持ってるんですが、うん、工業高校出身なんですね。電気科なので、まあ、電気屋さんかもしくは普通に多分工場に勤めたと思いますね。はい、意外ですね、意外ですね。はい。美容師になりたいなと思ったきっかけなんか教えてもらえますか？きっかけは単純にテレビを見てて、やっぱ美容師ってかっこいいなと思ったんですね。人の髪の毛を切って、うん、お客様が喜んで、うん、その笑顔にまた癒されて、そのなんか循環が素晴らしいなと中2ながら思いました。その時に原宿で働きたいなと思うようになりました。はい。ありがとうございます。最後になんか皆さんにありますか？僕、まあ、こんな感じですごい多分親しみやすさではすごい自信があるんですね。すごいよく多分喋る方だと思うんですけども、まあ空気は読んで喋りますけども、なので気軽にティエラに遊びに来てください。もちろん可愛いスタイル、素敵なスタイル、要望に合わせて、お客様一人一人に合わせて素敵なヘアスタイルを提案させていただきますので、ぜひお待ちしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。